帰り。遅かったね、シュウ君。ごめん、暗闇で。あ、さあ、晩ご飯にしよう。あ、いや、ごめん、実は食べてきちゃって。そっか。っていうか、何も食べてなかったし。ごめんなさい、私がいけないの。しばらく顔出せなかったし、学校がテスト期間だったなんて言い訳にもならないよね。なら言わなくてもいいよね。何言ってんだろうね、私。そりゃあなたも私のことなんか忘れちゃうよね。私なんて生きてる価値ないよね。ほんとどうしようもないよね。いただきます。めっちゃ元もなかったから、こんなことで呼び出すなんて気が引けて。もう、シュウ君はそういう優しすぎるところがいけないんだよ。そうっすね。お、だって私は知ってるもん、シュウ君が本当はできる人なんだってこと。それはどうも。あれ、なんだろう、他の女の匂いがする。街に出たからね、女の人にぶつかっちゃったかもね。繰り返す、繰り返す。